危ない。迫力ありますね。だいぶ違いますね、これとは。すごいね。Today we're giving you Mr. Hirano 大先生 Samurai Statement. We're gonna pick up where we left off. I'm pretty worked up. Both of us are worked up. ちょっとこの回、かなり燃えましたね。それでちょっとこう刀ね、はい、これは切るためですかね、これは。はい、日本刀について相当誤解されてるんですけど、世界的に日本刀というのは相手を切る刺すために作られたもんじゃございません。私が今勉強しております、北進妙見会、これ北進一刀流がどういうふうにしてできたか、北進一刀流の、極意はどこかという勉強によりますとですね、これはまあ、いわば日本の今のちょっと変わったやつを挙げたんで、専守防衛ですよね、武士の。でしかももちろん刀抜きますよ、戦いますよ、北進刀流でも。しかし北進刀流の極意は真空切りっていうのがございます。なるほど、抜いてですね、相手を切ったように見せて、相手が切らずに相手は切られたと思って倒れると。なるほど、ちょっと難しいですよ。これはやっぱり相手にね、切られたという錯覚を与えると、こういうのが北進刀流の相手を切らないってことです。要するに血を出さないってことなんですよ。 OK, let me handle this. I don't want to lose you anymore than he does. What Mr. Hirano wants to tell us is the fact that the basic esoteric principle of the swordsmanship in Japan, particularly with respect to the Hokushin Toryu, Myoken is a part of it. And the essence of it is not just to cut other people down. Contrary to the misconception of the people who have an idea about the soul of the sword,the purpose of it is just carrying around to not contain. The purpose of it is not to offend other people, to defend yourself, which is a part of it. And particularly the one thing that comes up in my mind, that it's a shinkugiri, how to cut the vacuum, so to speak, without swinging this around, without cutting people around, without bloodshed, but people feel that they are cut.So without being cut, without being bloodshed, they get the message, and that's what the purpose is all about. この真空切りちょっと分かりにくいですけどね。先生が安倍内閣をこれね、書いておられました素晴らしい文章ですね。安倍政権は日米安保コングロマリットの操り人形だと。これも真空切りですか、先生の。安倍さんは操り人形って、その根拠は何ですか。これやっぱり官僚とか、ジャパンハンドラーというアメリカの勲章をもらった人いますかな、勲章で、この間、こういう人に操られてるっていうか、コントロールされて政治やってるっていう。だから日本人と日本の武士道として政治やってないということを、言いたいわけですよ。なるほど、ね、安倍さんが別に刀持って真空切りやってるわけじゃないですよ。いやじゃあ先生が安倍さんを切ってるんじゃないかと。そうではない。いや私はね、だから安倍操り人形って切ってますよ、はっきり。私は安倍さんの お父さん、慎太郎さんとはご縁もあったし、立派な人でしたよ。で今総理の若い子も知ってますがね、ああいうような一種のその自分中心の、他を排除する発想をする人じゃなかったですよ、若い頃彼は。なるほど、やっぱり取り巻きがそういうふうに彼を変えていったんですね。ということは2代目というのは大体傾きって3代目で壊すと言いますよね、潰しの。2代目だからちょっと動き始めたんですか。前一番最初辞めたら涙出しましたね。これはタイムにかかりましたね。安倍氏は涙を出して resign in tears、 涙で出して、それ自身があんまり外見良くないですね。楓さんみたいに、ね、テレビの前で泣いたり、男はそんなことしませんよね。これね、その昨日も3年前にして対談で今申し上げたんですけどね、その政治家のしかも権力を持った人間を分析するときにね、個人を分析しちゃダメなんですよ。個人だけじゃなくて、個人の背後にある
何か、しかもその人間じゃなくて集団的無意識って言いますかね、個人、まあ、あの非常に別の言葉、深層心理学的に言えばですね、背後霊背後霊が出てきましたね、これはね、あるんですよ、あの現実にこれに動かされてるんですから。安倍さんの場合ね、やっぱり2度目の第二次あの安倍内閣でね、背後霊が入れ替わったんですよ。あ、なるほど。で、相当立ちの悪い背後霊がね、あのコンクリートあのあれ操ったんじゃないですか。ちょっとそのちょっと分かりません。背後霊の中でも英霊という背後霊はいい背後霊ですよね。英霊というのとちょっと概念が違いますからね。だからスピリットって普通分かりにくいんですけどね。そういう安倍さんが動かされてっていうのはスピリットのせいでダメだったっていうのは、いや悪魔と言ってもいいですよね。悪魔、悪魔が入った。なるほど、非常に西洋的です、ね。エンゼルじゃないですよ。なるほど。Okay, let me tell you a little bit about what's on my mind with respect to the bloodline that running through Mr. Abe, his father Abe, Big Abe, Shintaro Abe, and his son. So the sort of the power trickles down from behind, from the ancestors. The time goes by, and now you get Abe Shintaro Abe, Prime Minister Abe.got to the point where they're swayed by the emotions of the people's eyes, you know, that he always thinks in terms of it is politically correct to say that or politically incorrect to say that. Not, he's not able to think on his own. That's not what the Abe family genes were all about. So things are changing. I might call it the guardian spirit operating behind the scenes. You might call it the devil or the bad spirit breathes down your neck, so nothing he can do about it. Unfortunately, something has to be done about it. そういう悪霊に動かされたりして、周囲の世間の目とかね、空気によって支配されやすいところがありますよね。日本人はね。はい、それをどうすればいいんですかね。空気だけ動いたらダメですよね。これで日本人のやっぱり特徴としましてね、やっぱりその信仰の問題でしょうね。日本人っていうのはやっぱり武士、かっては武士は高値と高表示って言いますか、あの政治家の一つのそれがスピリットですよね。要するに経済的価値を求めないという。ああ、なるほど。ところがその日本戦争に負けましてね、結局お金が最大の価値観だと、なるほど、大事なもんだという、そういう世の中に変わっちゃったんですね。義よりは利を取るように。そうそう、経済的利益がそのいわゆる正義だというね。で今のその政治家もほとんどそれなんですね。なるほど。でそのためにその政治的あの利権を求めるという。ですからあの政治をやる一つの何のために政治をやるかという、例えば私なんかだったらあの平等というものと自由というものをやっぱり両立させる世の中を作るという。なるほどね。ところが自由ばっかりの金儲けを追う政治がほとんどですよ、これ与党も野党も。ですからその本当の政治のそのありようについて考えるということは、やっぱ僕はその人間のあの信仰、価値観をどこに置くかということだと。だからその金権政治っていうのは実はあの お金に経済的利益に価値を置くという結果でございましてね、これを変えなければ人間が生きていけなくなると思います。人類が滅ぶと思います。なるほどね。Let me tell you point blank, because what matters most is the principle, set of principles, without which you cannot pursue your own goal, let alone your dream, because the people tend to put more emphasis on money motives and profit motives that just end up killing your own purpose, defeating your own purpose.So that it's time for us to shed some light on what it is that really bothers us, that the set of principles, you know, away from the money motives. What came over us, the Japanese, before the last war, we used to have that set of principles which are not guided, dissuaded by money motives. And we have to put more emphasis on the higher purpose. The kokorozashi is higher purpose, higher principle.
higher resolved, it's gone, partly because of the money motives. Something has to be done that, otherwise the whole society will go to the dogs. So that something has to be done about it. We're going to pursue that, shall we? 日本の政治だけじゃなくて、世界の政治をどうやって良くするかということについての意見を申し上げたいと思います。今から25、6年前ですけど、共産党の日本共産党の当時委員長をやってた不破さん。が使者を私に使わところへ使わせてきましてね、私は衆議院の委員部長という国会運営の責任者だったんですが、こういう話なんですよ。もう日本共産党もヨーロッパの共産主義社会主義に学ぶことなくなったと、君はふるさとのジョン万次郎の会を作ったり、ジョン万次郎の研究をしているが、ジョン万次郎がアメリカで教育を受けた19世紀の終わり頃、あの頃のアメリカの草の根民主主義、これはユニテリアン思想に基づいた人間を大事にする思想だったと。これを学びたいと、その資料とか話をないかという問い合わせがありました。ですから日本共産党は平成の初め、今から25、6年前からやっぱり共産主義社会主義というものから脱皮したいかしたいという、そういう勉強を始めてたんですね。ですから私は現在日本共産党が革命的に脱皮してですね、野党共闘の国民連合政権を作りたいというのを、その話を思い出しているんですよ。実は今日本で一番大事なのはですね、あるいは世界で一番大事なのはですね、草の根デモクラシーをどう復活するかということです。今の議会制民主主義は当てて作って、差別を必要とする、奴隷を必要とする制度なんですよ。現在議会制民主主義と言っとるけど、資本主義の社会では資本家の奴隷が労働者、庶民じゃないですか。しかも日本の安倍政治ってのはどん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 その低所得者を作ってるんじゃないですか。こういうことではデモクラシーでは言えない。新しいデモクラシーを作るためにはアメリカの19世紀の中頃の草の根デモクラシー、タウンミーティングをやって政治に参加する人々がみんな自由にものを言えて、自分たちの平等のために、これはアメリカを、今のアメリカは悪いですよ。あれはデモクラシーじゃなくて資本家国家ですからね。日本もアベノミクス続けてたら資本家国家になりますよ。世界の貿易は自由に広げていかなきゃいけませんけど、特定の階級、特定の国が有利にする国じゃダメですよ。したがってアメリカの草の根民主主義というのを学びたい。同時に全世界で大事にしない限りとは、気象変動、温暖化による人類の消滅ですよ。大事故、大地震、大災害、そういうものが毎日のことを世界中で起こっているわけですよ。シリアの難民の分だってあれ温暖化が原因ですよ。したがって地球環境を良くするということがやっぱり民衆を助ける、それに反対しているのは結局資本家でしょ。ここのやっぱり草の根のデモクラシーというのは、その環境、地球環境保全、これにポイントを置いたデモクラシーの世界中の同志が結束するんじゃないかと。草の根デモクラシーの環境を守ろう、地球気象変動を防ごうという運動が、僕は日本でもアメリカでも各国で政治にとって一番大事な、これはあと50年すれば人類はもう悲劇を起こしますよ、このまま残してたら。それを申し上げたいと思います。 It has to be checked whatever it takes. Thank you for your attention. 話がかなり雄大になってきたんですけど、もう少し原点に戻してですね、最終的に個人がこの腹が欲しいですね。それで武士道の先生も日本刀の話をしたら熱が入ってくるんですけども、今ね武士道がいるんじゃないかなという、私もこの日本の武士道の方を今書いてるんですけどね、政治家にも必要だという感じはしませんか。ちょっと一つですね、これからの政治家に対してね、一番必要ですね、政治家が。あ、一番必要、はい、あ、どうしてですか。でその武士道というのはどういうことかと言いますと、私の考えではですね、
自分自身を知ることだと思うんですよ。なるほど、うん、まずはそれから それを知ろうとする気持ちだと思うんですよ。なるほど。今の政治家はね、それがないんですよ。政治ごっこになっちゃって。そうです。ああ、ゲームになったけど、アートとか。それはね、インターネットとか携帯電話の成果も分かりませんがね、ああいう文化の文明の素晴らしいものを本当の人間の力、肝、腹を作る道具にしなきゃいかんのが、携帯電話の人間か、なるほど、インターネットの人間か、人間のインターネットかって言いますかな。そういう現象をこうやめなきゃダメですね。で、政治家がそれもうそういう情報で、しかもインターネットで入る情報が世の中の存在の全てだと思ってますからね。いや、それを材料にどう深く血と肉でものを考えるかという、その人間性を養成することが今の特に日本人の日本の政治家にとっては一番大事なことですね。だから先生の膨大な知識量ね、この前お会いしたというかナノテクノロジーの時だったですよね。やっぱりこの細胞単位でね、細胞そのものがこういるんだけど、最初大きな生命体を作るための細胞一人の侍みたいに自己完結型ですね。これをしないと空気で動かされてるとダメなんですよね。そういう感じでね、こう皆さんもね、ご覧になっている皆さんもこれからはですね、一人の侍精神でね、腹が必要で、マインドもいいですよ、スマホのハートも必要です。あと腹ですね。ハブハラウィルトラボー、道広松本ノーネスチャンネル東京ジャパン、ありがとうございました。ありがとうございました。